皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますかえー、本日も引き続き、こちら。アンバーニク社さんから出ています、RG35 チョメチョメですね。こちらの方をご紹介していこうと思います。えっ、ー、と、2回にわたって、まあ外観レビューからこう HDMI 出るよとか、えーこう、ゲームコントローラーつけれて、それ同時もできるよとか、いろいろ見ていきましたね。で、2回目の前回は、エミュレーターテストの方ね、ザクザクザクっといろいろこう動かないものから、 ちょっとおかしい状態のもの。で、なんか、そうですね、症状がおかしいものまで全部いろいろ見てもらいました。で、今回はその辺をまとめて、ちょっと僕がいろいろ感じたことと総括していこうと思います。 で、実はその前にですね、視聴者の方からちょっと大きい情報をいただいたので、それをご紹介しておこうと思います。えっと、うちのゲームで、えっと、まあ、うちのこの RG35 ちょめちょめでですね、ドラゴンクエスト4が動かないんですよ、と、プレイステーション版。えー、こちらですね、DQ4 っていうのは、これ僕の吸い出したデータなんですけども、 これが、えっと、うちでは動くよっていうことで、その方法を教えてもらったんですよね。で、それをやるとうちでも動いたので、えー、それを皆様にもちょっとお伝えしておこうかなと思います。情報をね、あの、いただいて本当にありがとうございます。こんな感じでみんなでね、共有できるのでいいですよね。えー、っとね、ちょっとまず、症状を見てもらおうと思います。まあ、ドラゴンクエスト4。えー、起動します。で、このままメニューに戻ります。起動できずに。これ多分ノーカットでお伝えすると思うんで。 なんか、しらーっとなってます。あ、もうブラックのままかなブラックアウトのままかなこれね、戻る時もあるんですよ。だからちょっと症状別々ですね。はい。ということで、今回ちょっと戻らないんで、強制的に、え、こちらゲームを終了します。で、まあ、このようにゲームが起動しないんですよね。で、どうするかっていうと、ドラゴンクエスト4起動した後、 メニューボタンを何度か押してください。はい。で、メニューを呼び出せます。で、実はね、ここにね、BIOS 設定あったんですよ。これ僕気づかなかったんですけども、BIOS 設定があるので、で、えっと、前、えっと、1回目ですね。一回目の動画で BIOS というフォルダーがあるのを見してると思うんですよ。そこに自分で吸い出したプレイステーションワン1の BIOS ですね。例えば PSP、まあ、あのー、カスタムファームに入れた PSP から吸い出したりとか、PS3 の えっと、アップデータから吸い出す方法とか、いろいろあるんです。時期から吸い出す、あの、メモリーカードリーダーから吸い出す方法。まあ、この辺もまたちょっと、あの、要望があれば一回動画にしますけど。で、それを準備してください。で、それをそのバイ o フォルダーに入れると、ここで、ね、選択できるようになるんですよ。はい。で、僕の場合は SCPH1001.bin ですね。になってますので、ここで別に決定ボタンを押さずに左右でこのように変更できるので、ちょっと見えてるかな。 s c p 1 0 0 1 b i n ですね。この状態にして B で戻ります。するともう BIOS、バイオスを使えますよっていう状態になります。で、この前までなんで動かなかったのかっていうと結局これね、HLE っていうのは模擬 BIOS っていうやつで、このエミュレーター作ってる人たちが自分たちで BIOS を作ったんですよね。で、BIOS 吸い出せない人たちってやっぱりいるので、まあ例えば実機持ってないとか、 そういう人たちの救済措置なんですけども、やっぱり互換性低いんですよね。だから時期から吸い出したバイオスを使って、まあ簡単に言うとプログラムですね、を使ってゲームを動かすよってなると互換性が上がると。せいでドラッグやフォームを動くっていうことになるみたいですね、えー。なのでこれで B で戻るとこれが適用されるので、なんと。はい。起動しました。 ちょっと見てみましょうかはいで当然バイオを使ってるんでいい感じに動く動いていきますねあそうか作らなあかんのかまあねこれはちょっと特殊なオープニングですからねファミコン版にはないね でまあ、こんな感じにできるっていうことですね画面も綺麗だよねうんこれはすげえなって思いましたなのでちょっと僕気になるんですけどトバル2の勝ちポーズのところがなんかグズグズっとなってたんですけどもあそこもマシなのかちょっとついでなんで検証しましょう最後では見てみましょう はい、ちゃんと音楽流れましたね今の,の BGM が終わってタタタタンってなるところが、えっと、おかしくなってたんですよねだからやっぱりあの正規の BIOS でやるといけるということですね、えー、なのでちょっとだけね僕が言ってた情報と違って、まあ、きまあ他に起動できないものがあるかもしれないですけども、まあ、その辺もしかしたらこの BIOS でいろいろクリアしていけるのかもしれないですで「TOBAR2、まあ」のちょっと他にはないバグがあるねんっていうのも、まあ、クリアできてました えただし、ワールドスタジアムとかで、あの、BGM と交換をどちらかがならない状況になるっていうのは、他のゲームでも同じ状況が起こっているので、これはもうね、皆さん知っての通り、と、なだか CDDA かな何かのやつが、えっと、この PCSX リマスターの方では対応できないんですよね。最新のダックステーションでは対応できるんですけども、だからその辺はちょっと、えっと、解決しない部分にはなりますんで、ただし、ドラゴンクエスト4が動いたり、えっと、少々ちょっとおかしい動きしてたのは、多分このバイオスで、 えっと、他の部分をね、治る可能性が高いので、えー、かなりいい感じだなという、えー、印象を受けましたね。でして、あのー、コメントいただいた方、えじゃあコメントを寄せていただいた方、ありがとうございます。これでみんなも結構安心して買える部分もあると思います。ではですね、ちょっと前置きは置いといて、総括していこうかなと思います。 えまず何と言ってもこの外観ですよね。外観の方がやっぱりね、この RG35 ちょめちょめの一番の売りになるかなと思います。むちゃくちゃビルドクオリティは高いっすね。で、このボタンを4つにすることで、ちょっとこう嘘っぽさみたいなものがやっぱ出てしまうんですけども、その辺もうまいことカバーしたデザインとあと色ですね。ま、ここを全部あの、ま、なんていうのこの、 小豆色っていうんかな小豆色にしてもよかったかなと思うけども、まあ、この辺はちょっとおしゃれ心を出したのかなという気がしますけども全体的に今はっきり言ってゲーームボーイ感はもう抜群にあります抜群にあるから、まあ、あの1回目の時に言いましたけども RG300X のようなまこうゲームボーイミクロ的な、まあ、立ち位置で飾ってるだけでも可愛いし。 で、飾ってるんだけど、あ、何それって誰か来た時に、いや、実はこれゲームできんねんで、って、ゲームボーイも余裕でできんねんで、とか、え、いう感じのね、喜びみたいなものは、確実にある商品だと思います。もうこのデザインが、え、とにかく何と言ってももう売り、もう,もう完璧な売りですね、これがね。で、えー、ただしですね、この十字キーですね、十字キーは、あの、普通のゲームをやるかには全く問題ないです。で、押し感とか、ストロークとか、戻りとか、 いい塩梅の抵抗とか斜めの入り方とかもポキポキって斜め感が出るんですよねちゃんとなので非常によくできてます、えー、ただしうちではいつも格闘ゲームのねちょっと厳しいテストをするんですけども格闘ゲームをじゃあじゃんじゃんできるかっていうとはっきり言って無理ですまあ、波動圏省流系あたりは出せるんですけども真空波動とかちょっと長飛になると難しいなという感じで 昇流券波動券もう100%出るかっていうと、こ相手がジャンプしてて、と対空で昇流出せるかっていうと、僕の感覚では3分の1ぐらいの感じかなっていう気がします。で、1回目の動画で見てもらった通り別に僕が下手なわけじゃないんです。8ビットドゥのコントローラーをつけたら普通に真空も連発で出せましたし、やっぱりボタンにその辺の入力のちょっと相性問題みたいなものがあるんだと思います。で、メインのやつボタンはですね、 あの大きいまあそのデフォルトの携帯の中華ゲーム機なんかと比べるとやはり緩い感じはあるんですよねでも、えっと、奥の芯の方にプリット感みたいなものがあってそこがしっかりと押し感みたいなものを残してくれていて戻しもそのプリット感からプルンとこう戻してくれる感じがあるので、えー、普通のゲームやる感には全然問題ないですでシューティングゲームなんかもやりましてだいぶこんな感じでクツ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 って離さずに押した状態でプル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 ってこう。 押しも、押し、ちょい半戻し、また押しみたいなのをやりましたけども、ちゃんとビームはビビビビッと出てますので、メインの打つボタンは全然問題ないかなと思われます。で、ちょっとやってて感じたのが、まあ、ストリートファイターとかがここが強キック、強パンチになるんですが、やっぱこの辺押しづらいかなと思いました。やっぱり、えっと、筐体がちっちゃいので、もう一般男性の手ではちょっとここが窮屈なってしまうんですよね。だから、 うーんもうこれは限界まあこの棋士の限界かなもしあるとしたらもうちょっと高い位置にやると押しやすかったかもこう指がこういうストレートになるので本体のここが短いから指がすごくこうなるんですよ。ここでやってるからちょっと押しづらかったですね。うん、なので うーんよく言えば高いところがいいんだけどもまあ格闘ゲームはもう十字キーが基本格闘ゲームを踏む気なのでまあそんなにアクションゲームで LR を激しく使うようなゲームはまだ PS1 ではそこまで僕は知らないのでまあ問題ないのかなと思いますけども感じたことです。で L2R2 がいつもはちょっと上にあってキーキー化してるんですけども今回は多分デザインの面からも えっと下に並べたと思うんですが、僕としてはね全然これでええと思います。あの PS1 までのゲームっていうのは L2R2 ほぼほぼ使わないんですよね。確かなんか聞いたらサルゲッチュかなんかで使う時があるって聞いたんですけども。 それ以外は僕は知らないので、別にここでやっても、もう気使って押しやすいようにしてなくても僕はええと思います、これで。でですね、1回目の動画でもお伝えした通り、HDMI 出力が簡単にできたりとか、えっと、こちらの充電ポートですね、外部接続じゃないんですけども、えっと、こちらちゃんと外部接続、だからいつもの OTG ポートを兼ね、兼ね、えっと、兼ねてるんですよね。で、コントローラー操作もできました。だから映像これを大きく出力して、こちらから、 えっと、コントローラーを出して例えば出張先でテレビ見ながらやるとか僕は全然いつも言うけどあんまりポータブルゲーム機にそういうことって一切求めないんですけどもまあ今後実家に帰る人とかがいてちょっとちっちゃいのしんどいなっていう人はまあそういう使い方もできるかなとは思いますが。 充電でできなくなくるんですよ、ね、まあここらから USB、えー、出力で最近いっぱいポートがあって、まあ、充電用ポートもありつつ、まあ、コントローラーポートもあるようなものがあるのでそういうものを使うともしかしたら給電しながら、えー、コントローラーも使えるのかもしれないですけど僕はちょっと持ってないのでそこまでのテストはできてませんので、えー、確約はできないですがもしかしたらできるかもしれないですけどもね、まあ、とりあえず充電なしでやったら、えー、とコントローラーやりながら、まあ、家にあるテレビにつないでやることはできます。 ただし、えっ、ー、と、こいつの解像度のそのままで出るんですよね。だから、640×480 で出るのかな。でも僕、体感的にはもうちょっと低いかな、みたいな感じで見えましたけど、えー、ストリートファイターで画面出したら結構ね、ブチュブチュブチュっとなってたんですよね。だから、その辺は、 えー、あまり期待せずに、綺麗な画面がぴっカり出るとは思わない方がええと思いますが、まあ、救済措置としてはそういう遊び方もできるよっていうのは、えー、覚えておいた方がいいと思います。で、まあ、簡単なオリジナル OS のシステムとして、まあ、この辺でゲームですね、どこでもセーブっていうのが PS とかでも気軽にできるのはでかいかなと思いました。 えっと、初代の RG350 の第3世代とか第3世代以下のオールウィナーシリーズとかっていうのはプレイステーションのどこでもセーブがほとんど機能しないんですよねたまに偶然できるんだけどなんか画面ぐちゃっとなって起動できなかったりとかあるんですけど。 ま、こいつは PS も簡単に、えっと、どこでもセーブできて、どこでも開始ができるという、非常によくできてますね。だから第三世代以上な感じが僕はするんですよね。エミュレーター性能ですね、えっと、よく動きます。まあ、今の話に続きになるんですけども、僕は PlayStation ガ,ガツガツぐらいのオールミナーの感じなんかなと思ってたら、第三世代よりもよく動くぞっていう感じなんです。 えっとまあ、うちが見つけたねこのプレイステーションで、まあ、多分一番重いゲームだと思いますけどもこの「トバル2が」が、えっと、350の方では厳しいんですよね、まあ、後にニノさんが出したやつでギリギリ動いたりとかあと CP3 ですねストリートファイター3が、えっと、第3世代の時はニノさんが、えっと、カスタムハームウェアを何度かやった後にようやくフレームスキップちょっときつめで動くようになったよっていう状況やったのが。 えっと、この3号ちょめちょめではね、結構サクサク動いとるんですよね。だからちょっと僕、性能差みたいなものはよくわかる。チップセットがそもそも違うので、ちょっと比較は一概には難しいんですけども、とりあえずエミュレーターの動きから見ると、第三世代以上っていう立ち位置になると思います。なので、非常によく動いてる感じがします。ただし、エミュレーターの質がね、もろくそ低いんですよね。で、これはじめ僕、 オリジナル OS が足引っ張ってんのかなと思って実は内部見たんですよね。内部にアクセスできました。あの、Linux 形式の OS だとアクセスできるんですよね。で、アクセスしたらエミュレーターがね、結局あの、オールウィナーの時代のエミュレーターなんですよ、全部。だから本体は第3世代よりも上の機能を持ってるのに、エミュレーターを第3世代以下のエミュレーター使ってるんですよ、こいつ。 だからむちゃくちゃゃく再現度低いんです、うん、あすこれかと思ってでえっとだから、まあ、それが、まあ、エミュレーターも踏まえて全部を、まあ、アンバニックの OS とするならば OS が足を引っ張ってるってい言い方で間違いはないと思います。なんでこのエミュレーター使ってんやろってすっごい不思議でしゃーないんですよね。普通に第三世代と同じシステムで持ってくりゃ よかったのになんでそんなことしたのかまあ僕はシステムエンジニアじゃないので勝手なことをちょっと言うてると思うんですが普通にニノさんのやつ持ってきたらええんじゃないって思ったんですよね。うんそうしたらこいつの性能をもっと活かせたし下手したら64動くんじゃないかなと思います。350でも後半はニノさんのやつでちょっと64動いてたんですよ軽く。 なのでこいつの性能を持ったらもうちょっと動いてなんか軽いゲームとかシミュレーション関係やったらプレイできたんちゃうかなって思うんですけどなんであえてその350の第3世代以下のシステムで OS 作ったのかっていうのが全くもって分かんないんですよねだから可能性としてはアンバーニック社もこの SOC チップセットの性能を見誤って そんな動かんやろうと第3世代以下だろうと思ってそれを引っ張ってきてしまったのかな。いやそんなことないと思うんやけどなこの会社ももうそろそろノウハウも詰まってきてるし第4世代ではなかなかいい OS 作ってきてるんで最近はこう大手のね有志とあのタッグ組んでいいもの作ってきてるんでちょっとだからその辺はなんでやろうって。で 結局そのオールウィナー形式のやつ持ってきてる割にオールウィナーとかではスーパー CD ロムロムとか動くんですよ普通に。で当たり前ですけどディスクシステムも動くのにこいつはディスクシステムもスーパー CD ロムロムもスーパー 32X もスーーメガ CD も動かないんですよ。でも内部見に行ったら取説には使えますって書いてあるんですよ。ね。 で、バイオスフォルダーなんかもちゃんと用意されていて配置できるようになってるのになぜか使えないんですよ。うんだからちょっといろんなところがちぐはぐで僕はわかんないけどちょっとその年内にやっぱ出してしまいたいっていう思いが強すぎて うんだのか、もうこれがアンバーニック社のこの3号ちょめちょめに対する OS のもうこれでいいやろ、これ以上俺たちには無理だぜって言って、あとはもう有志の人出してくれるやろっていうので投げっぱなしジャーマンにしてポイッと出したのかわかんないんですよね。で、現状そういう状態で、で、ゲームボーイカラーの方で音がブツブツ音になるっていうちょっとノイジーな感じになって、まあはっきり言って音を出してゲームはできない状況です。 で、スーパーハミコンも、えっ、ー、と、HD、えっ、ー、と、ハイデフですね、ハイデフチップのやつが、えっ、ー、と、まあ、ロマンシングサガ3見てもらいましたけども、文字がぐちゃぐちゃになって無理です。で、まあ、PS の方は、まあ、最悪、まあ、あの、音が出ないっていうのは、まあ、良しとして、で、バイオ設定をちゃんとすりゃ、まあ、ドラクエ4も動いたり、まあ、トバルの、 BGM のごちゃっとしたやつがなくなったりしたんで、まあ、その辺はクリアかなと思うけども本来動くだろうってエミュレーターが全部見たいようになってしまってるっていうのはちょっともったい,ないちょっとっていうかかなりもったいないなと思いましたで、えーとまあ、この本僕はちょっと持ってないんですけどもそのちょっと前にすごくまあ軽いスマッシュヒットになってた「ミオミニ」っていう本体があ,のあるんですけども僕は実は3回ぐらい依頼来てたんやけど実はね全部断ってるんですよ。 でその理由っていうのが確かに僕も小さいい正義っていうのは好きなんですよね好きなんだけどあの結局やらないんですよもううんあのやらないのでじゃあそれでこれぐらい動くよって言ってもどうしようもないかなって思ってたのと,、えっと実はこのビットボーイっていう、まあ、ポケットゴーってまあいろんな名前あるんですけどもビットゴーっていう こちらを僕は持ってて、これが僕の中の最小なんですけど多分これが縦型だったのがミオミリなのかなわかんないけど。で、こいつってちっちゃいんだけど、結構遊べるのは横型やから持てるんですよ、こうやって。 でこのちっちゃさで縦型だったらもう手が困難ななって遊べないじゃないですか、うん、だからただ僕はちっさい正義っていうのにはすごく理解があるし大きい正義ちっさい正義っていうのは確実にあるのでそれは全然アク,セアクセサリー感覚であっていいと思うけどももう今の僕にはもうちょっとそれを楽しいよとかどうだよってあんまり言うことはもうできへんなと正直なところ。 思っっってててたたんでですよねで僕はちょっともう断ってスルーしてましまみんなが結構なんか「レビューせえへんの?」って言ってもらってたんですけどもなんかそのファッショナブルな感じでいいでしょ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 なんかこんな感じ感じ雰囲気みたいなえっともうレビューはもう僕はもうこれで十分かなって思ってるんでもうミニオミニはいらんと思ってた中まあ多くの人のコメントでもやっぱこれはミニオミニの対抗期であるよねっていう感じで来てるんですよね。 で、僕は身を見に持ってないけども、確実にそうだろうなと思って、えっと、このアンバーニック社の一番僕は良かったところで、僕がこれをレビューした理由っていうのは、小さい正義と遊べるよねっていう正義のいい塩梅のところをバチッとね、そこの隙間狙ってきたんですよね。で、結局、勝っても遊ばないもの。でもまあ、所有欲は満たすものは全然ありだと思うし、でも、 これはちっちゃくてポケットポーンって入れて、で、あんまり一目んところでこんな大きいの割てできまへんねんっていう人は、こうやってちょっとやると。でも、小さすぎて、まあその場の、なんかそれこそなんかこうインベーダーゲームとか、昔のアーバンチャンピオンとかもそんなも遊びはいいと思うけど、それでじゃあずーっとドラクエやんのって言ったら無理やん、もうちっちゃくて。どうせやらんやん、そんなんね。で、えっと、じゃあそうなった時に、 ちっちゃい正義。で、あんまり外でも持ち出しても、こう、せえへん。まあ、例えばベッドに置いてでも邪魔ならない。っていうもので、でも、これでドラクエはクリアできるよねって。で、文字とかもちゃんと読めるよねっていうので、持ってきたのが、この RG35 ちょめちょめかなと思うんですよね。だから僕はめちゃくちゃ面白いところを狙ってきて、これはアンバーニックの、ま、企画としては僕は成功した商品だなと。 思ってますこれは今後なかなかいい位置につき続けるんじゃないかなと思ってますまあ、この RG35 ちょめちょめの立ち位置ってどこなのって言ったらそこだと思います小さい正義と遊べる正義っていうものが両立した縦型のゲーム機でまあ横型はもうそれこそ RG350 があるのであるアンバーニック車としてはこの大きさのこの性能の えっと、立ち位置って実は今日までなかったんですよ。で、値段も、えっ、ー、と、性能が低いので値段も抑えれてるしっていうとなかったので、まあ、ちょっと、ミオミニの対抗って意味も踏まえて、で、えっ、ー、と、対抗はしてるんだけども、一歩僕はこいつの方が上いってると思います。はい。希少商品価値としてはこいつの方が上だと、えっ、ー、と、思いの、思うので、なかなかこれはえっ、ー、とこう攻めてきたなと。でも、だからこそ、 うーんシステムをこんな状態で投げっぱなしジャーマンはもったいないんじゃないかなってでちっちゃいレトロ感まあある程度の性能だからユーザーとしてはまあファミコンとかゲームボーイゲームボーイアドバンスらへんが動いたらもうええでしょちょっとメ,メガドライブで PS もおまけで動いたらええでしょこれはもう皆さんレトロゲームだけやるんですよねそんなキーキー言わないですよね いいやろっていうちょっと僕は妥協とかやっぱりうんそこに僕は言い方きついけどちょっと逃げたんやないかなと思いますでも僕はせっかくだからやっぱり作り込んで欲しかったしでもまあギリギリのところまではよくやったと思うよでその考えはまんざら間違ってないと思う多くの人がこれで何かすごく多くのものをするんじゃなくてやっぱこれですると思ったらファミコンしたりとかゲームボーイゲームボーアドバンスをするんだと思う うん、でも僕は最後結構グズッと言うと「じゃあなんでゲームボーイの色設定できへんねん」って思うねん僕からすると「ゲームボーイを白黒だけでエミュレートしてんのなんでやねん」ってこの本体にしたんならば「ゲームボーイは絶対あのグリーン液晶のカラーにしないと全くもって筋違いやんけ」って思うねん。 最悪性能全部この投げっぱなしジャーマンでもいいでもせめてせめてゲームボーイだけはあのグリーンカラーなのかいくつかのカラー設定ですよねあの灰色にちょっと青入ったように黒は紫とか基本はまああの黄緑の背景に緑の黒でっていうものにせめてそこぐらいはできたやろって。そこはそここはを透かすと なんでこのデザインにしてんって思うしあのそこだけは僕は僕すごく今回頭にきました、うん、全体のシステムの不十分さもまあ、うん、イラッとするけど、まあ、最悪その「まあ、これはレトロゲームするもんだよね」っていうところでちょっと100歩譲ったとしてもやっぱりじゃあそこは抑えないとあんたらの言い分もちょっとおかしなことなるでと思います。 うん、だからこれで十字キーが効かんっていうのもまあ最悪こうやって格闘ゲームはしないレトロゲームのものでしょうって言うんならばここもいい動きもじゃあいいねその,あのスーパー CD ロムロムとかがまあできなくてもいいんだけどもじゃあゲームボーイのカラーをそこしっかりしようぜこれであのグリーンの液晶のものが表示できたら本当にファンとしてはそのなんかロゴ流してるだけでポンと置いてるだけでもめちゃくちゃデザイン的にもいいし これはちょっとアンバニックにきつく言います <laughs>。せめてアップデートでそこだけでも対応しろって言って。うん、そこはできるやろって思うし、まあこの PS のところだけこのバイオ設定があるみたいにあるんだったらできるだろうし、これはちょっと僕はそこはちょっと譲られ、譲られへんぞと思いました。えという感じでね、あの、じゃあ総称してどうなのっていうと、物はすごくいいのに、 至るところでちょっと一歩ずつ気の利きがちょっと利けなかったかなというところがあって残残念念でではありますすとても残念です、うん、このレトロゲーム機なら、えっと、押さえとかなあかんポイントっていうのはまあ何べんも言いますけどもやっぱゲームボーイの色をちゃんとせなあかんやんっていうところは。 うん、ちょっと何で誰も言わんかってんやろうって思いますしやっぱそこはちょっと早くに出してしまいたいっていうところで投げっぱなしじゃあまあやったんかなとであとは有志の人が作ってくれるだろうっていう、うん、甘えが出たのかなと思いますし今後有志がじゃあ OS を出したとして外部接続と HDMI に対応してくれるのかっていうと今までの経験上結構そこが死にがちなんですよ。 カスタムファームウェア出ました。性能良くなりました。でも HDMI 死にました。外部接続効かなくなりましたって。これは今までの歴史で、第3世代ではよくあったことなんですよ。第4世代でもあったけども。なので、そうなるともったいないやんって思うんですよね。だからそこはもうちょっと、そこだけでも <laughs>、そこだけでもどうにかなったら、だいぶこいつには妥協点で、みんなもそこは妥協点で、うんうんうんって言ったと思う。 でも、まあ、えっと、まあ、まとめますけども、値段が7599円、送料1699円足すと、まあ、1万円は割ってるんですよ。9298円で。まあ、こんだけ PS1 もそこそこ動いて、9298円は、はっきり言って安いっす。液晶も結構、まあ、いつも通りのアンバーニックで綺麗だし、特段これが綺麗なわけじゃなくても、最近のアンバーニック社のやつはずっと綺麗だし、あのー、綺麗です。で、ただし音は、 えっと、思ったよりかは良くないけども、まあフロントスピーカーっていう部分もあるし、で、やっぱりビルドクオリティはむちゃくちゃ高いんで、で、こんだけ動いて9298円ならば僕は安いと思う。それコスパもいいと思う。でも、何度も言ってる先の部分がやっぱりしっかりしてくれたら良かったのになうん。だからおすすめはしますよ。いいもんでおすすめはしますけども、 うん僕個人の感想としては、なんかアンバニック社って最近すごくいろいろ頑張ってるところは見えてただけに、この商品もよくできてんねんで、よくできてるけども、そこは抑えとかなあかんってところを抑えなかったっていうのはちょっとショックうですねうん。できるしだってその色設定ぐらいさうん。だからそこはちょっとショックかなと思いますんで、まああとは皆様の中で、 ま、これを購入するかしないかっていうのは決めてもらったらええかなと思います。で、今値段言いましたけども、こちら RG35 超名超名アンバーニック社さんの公式ページで発売中で、7599円で販売中。送料は1699円かかるので、実際は9298円になりますので、ご了承ください。え、これをもって RG35XX、超名超名。 の動画は最後になりますが、まあ、またね、多分これは俺はカスタムファームウェア出るんじゃないかなと思ってます。それはニノさんなのか、えっ、ー、と、ミオミニとかに出してるそのオニオンっていう、僕はちょっと全然ノータッチだから知らんけど、オニオンっていうのがまあ対応してきたりとか。 するのか、あとは、ま、あバニク社が、えっと、まあ、その辺のオニオンの人らに声かけたりして、えー、ちょっと出シチクリーを言って、オリジナルから出すのか、オニオンから出るのか、わかんないですけども、100%はないけども、ちょっと期待してもいいんじゃないかな、とは思いますんで、えー、出たら、ま、またレビューでもしようと思います。えー、この動画で初めておじいさんのこと知ったよ、としたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。えー、商品リンクは動画の下の概要欄のとかにありますので、そちらから飛んで買ってみてはいかがでしょうか。 それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。